はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の立体に内接する球についてお送りします。で、前回の動画の時も言ったんですけど、数1シリーズはひとまずこれでね、最後の動画となります。この後にね、データ関係の単元があるんですけど、ちょっとそっちのね、動画を撮る予定はないので、ひとまず一区切りとして、まあ後で足すかもしれないけどね。なので最後の動画ということでよろしくお願いします。で、今回は大きな問題が1問あって、その中に2問ね、小問が入ってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。さて、カミカミでね。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方とも解説やっていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、今回立体の話、まあ、空間図形の話で、しかも球が出てきます。で、図形としてはこういう形なんですが、情報として、高さが4です、このね、円錐ね。で、底面の半径がルート2と分かっているので、一応ちょっと4書くの嫌だな。ここだね、ここか、ここがルート2です。底面の半径だからね。で、ちょっと書かないですけど、高さなんでここが4になります。まあ、後ほど使いますね。で、円錐があって、球をと側面で接しています。つまり側面なんで、ここで接してる。あとは底面の中心 M、 だからつまりここだね、ここで接している。つまり、まあ、中にぴったり入ってるという感じで思ってください。で、この時に QO の体積、そして QO の表面積、この2つを求めに行きます。で、まず今回求めるものが結局 Q なんでね、 Q の体積と表面積を求めたいと。で、この公式っていうのは実は中学校でやってるんだよね。結構ね、意外と忘れたりしてしまうんですけど、体積の方は3分の 4πr3 乗です、公式が。で、表面積は 4πr2 乗となります。で、この r は何かっていうと、これは Q の半径です。つまりどっちの問題にしても Q の半径が分かれば勝負がつくんです。もうだからそこだけ求めに行きたいね。で、 Q の半径どこかっていうと、それは、まあ、ここでもいいし、もちろんここでもいいし、ここでもいいと。ね、この部分が R なのでね、ここを求めに行きたいんです。で、どう求めるかっていうと、まずこれ今空間図形の話になってるんですけど、これを平面図形に落とします。平面の方が考えやすいからね。で、どう考えるかっていうと、この円錐を真横、こっちからね、真横から見てると思ってください。そうすると、真横から見ると、これちょっとアルファベット振りますね。 ABC にしとこうかな。つまりこうなってる、真横から見るとね。で、それでこれきついな、まあ、こんな感じで円がね、あ、でもね、球が中に入ってる。まあ、横から見ると円になりますけどね。で、こういう状態です。で、これさ、今平面図形になったんで、もともと円錐の中に球が入ってるんですけど、真横から見ると三角形の中に円が内接してる。つまり内接円なんです、これ。で、内接円の半径を使う公式は三角形の面積なの。で、これどの面、あの公式かっていうと、あ、赤なんでこっち買おうか。1番。S、面積ね。面積イコール、2分の 1R、カッコ、A たす B たす C という公式があります。で、A たす B たす、これ ABC っていうのは全部の辺の長さね。で、R が内接円の半径です。で、結局、これを出したいから、これを出していきたい。つまり、これ使っていきます。で、これを使うためには、さっき言ったように全部の辺の長さが必要になると。で、一番下の BC、 ここはね、ルート2って、あ、ごめん、2ルート2って分かります。なぜなら半径がルート2なんで、2倍すれば2ルート2になるでしょ。だから下は分かってる。で、あとは斜辺です、ここで。この部分はこう落として、ここの三角形で考えます。で、なぜかっていうと、ちょっともうね、重なっちゃって、こっちルート2でしょ。で、ここ高さなんで4です。さっき書かなかったけどね。で、ここが分からない。でも、ここ直角三角形になってるから三平方の定理で出せるよね、中学校の時にやったやつ。
だから AC の部分の2乗から始めて AC の2乗イコールこれの2乗足すこれの2乗ルート2の2乗なんで2足す4の2乗なんで16、つまり18でしょ。で AC イコールルート18、つまり3ルート2です。あのマイナスの方はもう外しちゃってるからね、本当はプラスマイナスルート18なんだけど長さにマイナスないんでね、プラスにしちゃってます。でここが3ルート2ってことはもちろんこっちも3ルート2です。こことここ同じだからね、長さっていうことが分かれば、これ当てはめると2分の 1R まあどこからもいいね、3ルート2が2つ分足す一番下の2ルート2とこうなる。でこの中身足すと8ルート2なんで、4ルート2R と表すことができます。8ルート2でこの2分の1の2と約分してね、4ルート2R です。でこの後何するかっていうと、もう一回面積を求めるんです。今この公式を使って面積を出しました。で他の方法で面積を出すと。でどう出すかっていうと、もう一回 S 書きますね。面積 S でこれね、三角形じゃないですか面積で。実は三角形って一番基本的な公式は底辺×高さ割る2でしょ、まあ、×2分の1でもいいけどね。で実はこれ底辺の高さ分かってるんだよ。底辺だってここ全部2ルート2なんだよね。で高さ4なんでしょ。だから底辺×高さ ×2 分の1にしとこうかって分かるので、これでこう約分するとこれ4ルート2になります。つまり面積を2つの方法で出したの今。片方は内接円の半径を含んだ公式を使って、でもう一つは普通に底辺×高さ ×2 分の1で出すと。で当然2つの方法で出したとしてもこれとこれは同じでしょ、同じ面積だから。だからこれとこれを使うと4ルート 2R と4ルート2は当然同じだと。だからイコールで両辺4ルート2で割ると R イコール1ってことが分かります。だから欲しかった内接円の半径1だったんです。でこれさえ分かっちゃえば最初に言ったようにもう公式で終わりだから。だから体積、まあ、V とかって書いてもよかったかな、まあいいか。体積の公式は3分の 4πr3 乗です。もしね、あ、忘れてたっていう方はね、ぜひ覚えてください。3分の 4πr3 乗で r のところに1を入れるだけなので答え3分の 4π となります。で、2番、表面積の方ももうやること何にもないですね。これが出てるからもう内接円の半径がね。だから r のところに1を入れてもらって、ちょっと待ってね、表面積の公式が 4πr2 乗なので r に1入れると 4π と、これが表面積になります。いいかな。なのでこういう感じでね、円錐に内接する、球が出てきた時は、まあ、特に体積表面積出しなさいって時は内接円の半径、まあ、球の半径ね、本当は球の半径なんだけど、こっちの図に落とした時の内接円の半径を求めれば出すことができます。なのでね、まあ、空間図形のスタートなんですけど、平面図形に話を変えてこうやって求めていってください。いいかな。では今回は高校数学数1の立体に内接する球についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもね、話した通り、一応一区切りということで、数1の動画はここで終了となります。ただ、後ほどね、教科書の内容が変わったりとか、あとはね、追加で取りたいものもきっと出てきます。高校の勉強なんでね。なんですが、まあ、一つ区切りということで、ここまでね、数1の動画見ていただいて本当にありがとうございました。今後もですね、まあ、数 A とか、まだ取り始めてないですけど、数 2B とかも取っていく予定なので、もしよかったらね、そっちの方もぜひ勉強の方で使ってみてください。よろしくお願いします。では、今回はこの辺で終わります。ちょっと最後噛みましたけど、以上です。ありがとうございました。